はい。皆様ありがとうございました。という間の時間でしたね。ごめんなさい。拍手のタイミング、ふざいふさちゃって。<laughs> <laughs> <laughs> ですね。あの、今日のワードキャンプですね。本当に、あの、実行委員の方々の奮闘でですね、この青いパーカーの方々ですね。あの、すがなく終わることができたと思います。あの、実行委員の皆さん、さ、後ろに立っている人たちもいれば、多分今、懇親会の準備している方々もいると思いますが、あの、スタッフの皆さんにですね、大きな拍手していただければと思います。ありがとうございました。 続いて本当に素晴らしいコンテンツですね。もう多くて、体足りなかったですよね。あの、ドット TV でアーカイブ後日上がりますので、見れなかったセッションはそちら見てください。そして、コントリビューターデイのレポートとかでもでね、セッションでのレポートもですね、 ワードプレイス使ってるコミュニティの方々のカンファレンスなのでいっぱい上がってくると信じていますので参加レポートを共有し合ってですね、それも含めてナレッジをシェアしていけたらと思います。スピーカーの皆様、コントリビューターでのメンターの皆様、ありがとうございました。 そしてこのカンファレンスですね、あの、食事もすごく美味しいもの出てましたし、飲食もありましたし、この会場も借りれました。これはですね、すべてですね、スポンサー企業の皆様のお支援のおかげで、でもあります。スポンサーの企業の皆様ですね、改めてまたご紹介していきたいと思います。まずゴールドスポンサーですね、オートマティック、ブルーフォスト、ゴーダディ、そしてウー、こちらの、ま、まず4社ですね。そして続いて、WP ビギナー、桜インターネット、X サーバー、こちら7社ですね。皆さんありがとうございました。 続いてシルバースポンサーですねフラットセキュリティユニトーンデジタルキューブクリエイティブユニバースカエルコモニスのど <laughs> ウェブの相談所ベクトルウェルカートクラウドこちらの皆様もです、ね、ありがとうございます <laughs> ゴールドスポンサーとシルバースポンサーのですねブースに関しましてはこの後の時間懇親会までの間もですねまだありますので 聞けなかったなーっていうこともあればですね、ぜひその間にですね、また行っていただければと思います。そしてさらにですね、ブロンズスポンサーのハムワークス、QA アナリティクス、ルースさん、そして西木プロとソフトステップイージーさんですね、こちらもありがとうございます。最後に今日のランチ、そしてコントリビューターでのランチ、そしてこれからの ハッピーアワーに懇親会、このあたりはですね、すべてスードスポンサーのご支援のおかげです。えっと、岡本航さん、MGN、リバーフォレストプラグインさん、デジタルジェットさん、そしてシエルさんですね。皆様ありがとうございました。そして最後にヌーラボですね。バックログ皆さん使ってますか <laughs> 大変お世話になってま、なりました。このおかげで、あの、プロジェクト進行をですね、行うことができたと思います。裏ボの方はいらっしゃるかちょっとわかんないですけども、ありがとうございました。届けこの声。は <laughs> マイクロスポンサーの皆様です、もですね、あの、チケット買っていただきて、本当にありがとうございます。パーカー、黒のパーカー、皆さん来ていただいていると思いますので、もし見かけたらですねと、そちらの方ともぜひこの後の時間とかもですね、話しかけてみてください。ありがとうございました。 そう、この後の懇親会等との順、あの、もっと交流の時間をですね、やっていきたいので、この閉会式手短にやっていこうと思っております。で、最後にこれだけお知らせしたいなと思いまして、ご参加した、参加しました、盛り上がりました、楽しかったねで終わるのはちょっと寂しいなと思ってます。で、ここでさっきあの、開会式の時とか交流会とかで繋がった人たちともまた話したいなとかあると思います。少なくとも関西はですね、ワードプレスミートアップがすでに 募集が始まっているものもしくは日程が決まっているものが出てきています。よくよく見るとそう、岡山も決まっているんですよ。だいたい山陽新幹線,線、線西日本の人たちはあの、何かのか、何かのミートアップには4月のまでに1回行けると思います。こちら QR コードはですね、関西ワードプレスミートアップのトップページになってますので、ぜひグループ参加していただいて参加できる日程があればですね、ぜひ参加登録してください。3月23のですね、イベントページも出てますが、こちらはですね、 今日の振り返りだけではなくて、再来週開催予定のワードキャンプアジア、ここに参加する人たちも来る予定になってますので、2つのワードキャンプを一遍に振り返れるという、すごい回になっていますので、こちらもですね、来ていただいて、で、そこで盛り上がって、またワードキャンプ関西やりたいなっていうふうになってくれると嬉しいなと思っております。ということでですね、はい。 ワードキャンプ関西のですね、セッションで本編をこれをもって終了したいと思います。皆さんも参加いただきまして、そしてポストいただきましてありがとうございました。